さあ始まりました本の前置きですが、次回の本肝は川崎市にございますブラッスリーホッペさんからお送りしてまいります。はい、はい、まあ我々も、はい、一応このエンターテイナーエンターテイメントのこの末席を怪我させていただいているわけですけども、はいはいはい、エンタメの源流って何だろうなってちょっと考える機会がありまして、うん、その音楽なんですね。あ、まあまあ音楽は、はい、まあ、もとはその音楽ももう少しこの単調のリズムから来て、うん、太古のこの祭りですわな、祭事の中でこういう、まあ、今の音楽の源流となるこの、ね、まずリズムからなる音楽がこう生まれたなんていうねお話も伺うんですけども、うん、結局のところ、うん、レンタさんこれはあの人間のこの鼓動につながる部分なんですかね。鼓動こそリズムって言いますもんね。その鼓動をこの内なる鼓動をこの外に打ち出す、はい、そうですよね、こう放射線上にこの広げていくっていう、こう作業が言ったらこのリズムであり音楽、音楽だと思いますね。おっしゃる通りだと思います。まあ、いろんな今ねこういう電子楽器なんかを介してね、さまざまなこのレパートリーが増え、ジャンルが増えありますけども、結局の頃どんなジャンルでもここに届かないもんって不思議と届きませんな。心にね届かない。その通りですよ。本当その通りです。で源流はどこにあるのかな、エンタメの源流はここなのかなっていうのはね。どうですか。いやもうおっしゃる通りだと思いますよ。もう心に来ないと合ってんだ心に来ないとですよ。いややっぱすごいわ天田さん腕が。いやいやもう大したことないよ、ね、いやこれだってやっぱり弾く前は、はい、謎の男として多分見られてることは多いと思うんですよね。はい、そこをやっぱ腕一本で黙らせるっていうのはね。そうですかね。なんかこうピアノバーンって弾いてこうやってすごい、なんか OK みたいな。え、なんか雰囲気テーマみたいに言ったらそういうのを弾けたりするんですか。テーマどういうことですかそれ。なんかなんとなくだからオリジナルでもうこんなちょっと寂しい曲調とか。ああ、もうオリジナルですよ。今も即興みたいな。寂しい曲ですか。はい、え、これないないですか。急に魔王現れたらどうなんですか。魔王うわやば、終わったよ。終わった。うわすげえ終わったすげえ。へえー、はあ。ちょっとトロピカルで南国調和。いいねうわめっちゃいい。うわフロリダ車で走ってるみたいすげえいい。すごいな。ありがとうございます。じゃあ結局のところこのねエンタメっていう大きなジャンルの中で、はい、音楽ってこれね我々ただ見過ごしてるだけで、うん、ただ廃れてないだけなんですよね。あ、いろんなエンタメのジャンルって数々あって、はいはい、姿を消すものもあればね、うん、また新しく出てくるのもありますけども、うん、音楽はやっぱりベースにあってね、はい、その上に我々はこの漫才だったりお笑いだったりリズムに乗って何かお届けしてここに届けるっていうものがもしかするとあるのかもしれませんね皆さん次回もお楽しみに。お願いします、はい。